私は勝利者となるのだ。やあ、刹那圭介です。ライトを消すだけの高時給な仕事が見つかりました。ライトを消すだけで高時給もらえるんですよ。もう読んだ書いてあること全部読んだだけやけんな。ライトを消すだけって矢神ライトを消すって意味なんだろうか。ちゃうよな。俺矢神ライト敵に回せたら勝てる気せんもん。頭が、あ、でもドラマ版の矢神ライトだったらまだなんか勝ち目ありきそうな気がするもんな。あれは頭がいいというよりかはさ、あの起点が効くみたいなところ。なんだこれ、ライト消しに行こうとしたらそのライトが本当に何のライトか戻ってみたらこんな感じでした。おう、ここがエスカレーターで、今あれエスカレーターで一回、エスカレーターで一回っておかしいな、まあ、このエスカレーター、エスカレーターちゃうな、その前に。エレベーターやん、よかった。どこ出口、え、出口どこ。ああ、まあ一回やけどな。 OK。 よし、はい。多分この辺のどっかに入り口があって、まあ偶然エスカレーター言いそうやった。エレベーターや。エレベーターの近くに出てきたみたいな感じで、で、3階か2階、多分3階やけど、電気つき取るところがあるけん、行ってみようぜみたいな。行って消したら、高時給。多分お盆の間遊び回れるぐらいのお金がもらえるってことじゃ。なるほどな。違うな、電気消えとんな。それにしてもな、なんで敵に電気消すだけでさ、めちゃくちゃもらえる、そういうバイトを用意してくれたんだろうな。もう天の救いですよ、学生にとっては。俺社会人やけど。ないな、電気ついとるところないな。消火栓とかいろいろあるけど調べれん。これか、あ、消えたわ。え、1階、え、俺、てっきり3階にあるかなって。3階に登らんかったらあかんなと思ったんやけど。あら？ミッションコンプレート？よー、イエス！ミッションコンプレート！ミッションコンプレート！あっさりしすぎやろ。あ、雨降りよんじゃ。じゃあさっさと帰らんかったんだな。うん、さっさと帰ってーな。給料もらんかったらな。いや、待てよ、後日やな。給料くれるも後日な気がするな。あれ、待てよ、出口どこだ。え、ここはエレベーターやけんな。あくまでエレベーターやけんな。あ、1階に入り口があるもんかと思うんやけどさ。あ、どこだ、もうちょい。あ、でも1階全部調べたな。じゃあ2階行ってみよう。いや、1階から出れんのに2階から出れるっていう法則をもうおかしいんやけどさ。もう何もないんだったら2階行くしかないよな。あ、もう電気消し終わったしさ、ミッションコンプリートしたしさ、もう帰りたいんやけどな。帰ってスプラトゥーンやりたいんやけどな。しょうがないよな、出口がないんじゃ。お、こんな感じで近くに寄って見えるんじゃ。あれ、これちょっとめちゃくちゃ細い人おらん、これ。赤い服着ためちゃくちゃ細い人おらん。ちょっと編集上でちょっと丸とかつけるかもしれんけど。たた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 ーたー。火曜サスペンス劇場にするからね。あれ、あー。あれ、動けんみたいな、なんか来るぞみたいな思ったらさ、なんか十字キーじゃなくて隣のゼロキーをしとったわ。数字のところ、これは。あれ、エスカレーター戻ってきた、戻ってきた。あれ、そもそも俺奥まで行ったか。奥まで行ってないな。もう俺バカじゃん。こんなんがさ、ライト消すだけで攻撃機もらえるなんか、もうバカにしてんのかっていう、世の中の働いている人をバカにしてんのかって思ってしまうところやな。これでも真っ当な社会人だからな、俺。あっ、なにこれ、ガソリンスタンドか、これ。ガソリンスタンドになんかめちゃくちゃ木がボーボーと生えてる、ボーボーと出る生え方、ちょっとあれやな、変な言い方やけど、ボーちゃんみたいやけど。これさっきからドアに近づいてズームしようけど、なんか意味あるんこれ。何も起きんし、中見えんし、入れるわけじゃないんやけんな。うん、よくわからん。多分主人公はドアマニアなんだろうな。
ドア業してさ、このドアいいな、素材が、みたいな感じのことを思っとんだろうな。俺には分からん世界やけど、多分視聴者さんにも分からんと思う。もし視聴者さんの中でさ、このドアマニアの気持ちが分かる人がおったらコメントしてほしいな。ああ、分かる分かる、みたいなコメントしてほしいな。で、俺に説明してほしいな。このドアはどういう意味でいいかって言うんだ。もしかしたら、ガクとか見たら、これいいドアだよね、とか見たらさ、すごい、ガクとか言うんだったら分かるわ。ああ、いいドアなんだなって分かるわ。俺には分からん。それにしてもさ、なんもないね。電気消したけんもう帰ればいいのに、なんじゃこれ。なんでしょうね、これ。もうこの赤いケチャップの周りにチーズがすごい散乱しとるような感じのやつ何？ピザ作りよって失敗したんかな。どんな失敗の仕方したらこんな感じになるんだろうな。かまど爆発したかな。笑い事じゃないな。それ笑い事じゃないな。何も起きん。あれ？何も起きんな。ああ、雨が降ってるね。雨は降ってるのはいいけどさ。はよ帰ろうぜ。入り口ないんやけど。こんなにドアあってさ、この建物の入り口に何もないんやけど。不思議なぐらい何もないんやけど。どういうことなんだろう。ピッツァが作れませんでしたの絵があってさ。こんな絵なんで飾っとんだろうな。思い出なんかな。ここの社長の思い出なんかな、これでも。今でも笑い事済まされるんかもしれんけどさ、えらいことやで。かまどが爆発してさ、ケチャップとチーズが散乱しとって、えらいことやで。どこの祭りやねん。宮川大輔来るぞ。ピッツァ爆発祭り。参加したらないな、俺だったら。いくら仕事とはいえ参加したくないな。なんもないな。出口もないな。あれ？うん、ガソリンスタンド。おかしいな。実におかしいって。実におかしいって福山雅治だったら言うぞ。実におかしい。いや、モノマネしたんちゃうけんな、今。似てないって思った人おるかもしれんけど、モノマネしたわけじゃないけんな、その前に。あれ？なんもないな。電気消したんやけん、もう帰ればいいやんって話やけどさ、出口がないんだろうな。これが怖いよな。怖そうに言ってないけど、怖いよな。セクハラ。まあ、こういう張り紙、張り紙？社訓にこういうのを定めとる会社って多いよな。うちの会社もそうやけど。でさ、どこなん入り口。あれ？ちょっと待って、ここの絵ってさ、真ん中あたりに赤い服のめっちゃくちゃ細いあだ名綿棒でつけられそうな女性おらんかった？消えたで。なんだろう、何があるん？綿棒さん？綿棒さんどこ行ったん？そして綿棒さん？なんこれ？なんこの気持ち悪い。鼻の屈強の断面みたいなやつ。あ、こういう見たらちょっとさ、気持ち悪いって感じる人おるよね。さ、出口どこよ？一向に出口が見つからんのやけど。そもそもこの建物はさ、欠陥住宅じゃない。出口見つからないんすけど。今ちょっと落としたな。雷でもなったかな。あれ？気のせいかな。ちょっと BGM、効果音が流れた気がするよ。気のせいかな。出口どこやねん。な、出口どこ？女性どこ？綿棒どこ？綿棒さん。綿棒さん。女性で綿棒でつけられるんや。もうかわいそうで、しょうがない。まだ2回来ちゃったよ。だって出口ないんだもん。こうなったらベランダからうまく降りる方法を探すしかないのか。ベランダないけどな。ベランダもないけどな。あ、綿棒が俺のこっちか。
気のせいや。なんか落ちたような音したけど気のせいや。俺ボールペン持ってないもん。ボールペンとか持ってないもん。スマホとか落としたわけじゃないもん。ガソリンスタンド。なんかこう見たらすごい不気味よね、これ。何この BGM。消えちゃったよ。何も出てこんま消えちゃったよ、BGM。何だったんだね。お、これはセミの鳴き声じゃないな。どっちかって言ったらノイズだ。綿棒さん、チュワッス。あ、どこだ、行った。 綿棒さんどっか行ったで。体が細くて小学校の時のあだ名綿棒さん。なんか挨拶にしに来たんじゃ。あんたの会社だったんか、これ。綿棒さん。綿棒さん、入り口教えてください。綿棒さん、入り口分からなくてちょっと探してるんですけど、綿棒さん。雨止んでるね。知らぬ間に、にわか雨だったか。にわか雨って誰がつけたんだろうな、お前。にわかおつ雨ぐらいの感じで思ってしまうところです。それにしても綿棒さんどこ行ったん。あの人ついていかんかったら出ていけん気がするんやけど、この建物から。だって入り口ないんだもん。入り口ないんだもん、綿棒さん。綿棒さん、なるほど、あなたがモデルでしたか、これ。よし、3階行ってみよう。綿棒さんもしかしたら3階戻ったんかもしれん。あの人ももしかしたら、あれ、なんで表示ないの。綿棒さん、綿棒さん、エレベーター壊れてますね、綿棒さん。ああ、綿棒さん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 、コックリさん、綿棒さん。セミの声じゃないな。セクハラ。カエルの声でもないな。すいません、返してください。セクハラはもうしませんから。いや、したことないけど。何よ、なんだい、綿棒さん。カエルの鳴き声だったらうまいよ。めちゃくちゃうまい。だからさ、どうにかしてくれん。綿棒さん、何だったんだね。 何だったんだい、綿棒さん。そういうのやめてください。てか、お金ください。ライト消したけんさ、出て行きたいし、お金欲しいし。綿棒さん、なんだい、綿棒さん、ちょっとあんた、カエルの鳴き声、押しすぎでしょ。やめろ、もう何度も聞いた、うまいって言ってるだろうが。綿棒さん、誰かがジョギングしてる。外でやればいいのに。あと、カエルの鳴き声、プロ級やな。すごい、コロッケでもこんな鳴き声できなさそうやもん。何ガエルやねん。聞いたことないカエルの声出すな、外国種か。あ、今度はヘビの鳴き声し始めた。あ、あれ、消したと思ったんやけど。てか3階、3階じゃないな、消したも1階やけど。え、そうか、これが給料に結びつくタイプの仕事のやつか。消せばいいのに。色変わっちゃったよ。色変わっちゃったよ。電気消そうと思って電気のボタン押したら色変わっちゃったよ。ああ、綿棒さーん。綿棒さん。綿棒さん、その鳴き声なんすか、今の。この鳴き声なんすか。スズムシ。新しいの出てきましたし、夏じゃないやん。スズムシ、秋やん。時期違うやん。なんでお前、シーズン先取りしよんや。あと、カエルの鳴き声もういいから。ケロロ軍曹でもそこまで、ね、ケロケロ言わんからな。どうすればいいんだ？なあ、綿棒さん。
鳴き声なんかやらずにさ、はよ出口教えてください。てか、綿棒さんどこ行ったん？綿棒さんどこ行ったん？あれ？何これ？エスカレーターじゃないわ。エレベーターえらいことなってない？なってないわ。あ、でも入り口が赤になっとったけん、えらいこっちゃー、えらいこっちゃー。4回だけな、4回しか選ばせてもらえない。あとな、4回の4ってさ、不吉な数字ってことでな、だいたい F っていう言葉を使われてるんぞ。4の F。1F、2F、3F で。多分な、1、2、3で F なんだ。なんか言ったね。ごめん。俺喋ってたから聞き取れなかった。指し詰め、地獄への、あ、綿棒さんの絵。そうか、社長なんじゃね、綿棒さん。だから社長としてこういう額縁飾られるほどのやつなんじゃ。なるほど、綿棒さん社長だったんじゃ。社長がこんな夜遅くまでおるとは感心だ。社長直々って感じがする。ナルシストか、なんで2枚も置いてんの？ 1 枚で十分でしょ。知らない。ここまでナルシストだとしたら、もう僕は手を負えない。あ、でもこれは何の鳴き声だ？え、何の化け物の鳴き声でしょう、これ。ヌエか、ヌエなのか。そしてなんだこれ、すごいな。綿棒さん、口で声だけどんな鳴き声でもできるんじゃないだろうかって、練習次第で。まだ動きが来ちゃった。綿棒さん、もうそういうさ、芸はいい。動けん。綿棒さーん、意外と近くで見たらそんなに細くなかった。綿棒さん、綿棒さんの呪いがかかってしまったようです。トゥトゥルルルルルルル、綿棒さん、綿棒さん、入り口教えてくれないの？社長なんでしょう、あなた。会社のことをわからないの？入り口教えてくれよ。入り口教えてくれなければ帰れませんからね。はっ、うえ。というわけで、なんか、ライトを消すだけの高級時給な仕事があったら、それは、高いお金をもらっても、引き受けない方がいいみたいです。綿棒さんに変な、何度も同じモノマネを聞かされて、行くの果てにこんな感じになります。名前を教えてくださいって言われました。出会い中ですか、綿棒さん。出会い中に刹那圭介という名前を教えたくありません。だからここは、ね、バタコと名乗ったとき、ますかね。バタコさんです。バタコさん。聞いちゃダメだよ、それ。バタコさんの年齢とか聞いちゃダメだよ。子供たちに悪影響を及ぼすからね、40。女性。セーブ。下手江戸に行って。下手江戸の 基準がわからないけどね。低い方が、まだへたれてないっていうことかね。だとしたら2は少ないけどね。バタコさん、お疲れ様でした。ちょっと、お疲れ様でしたって言われたことがさ、罪悪感感じるよ。偽名だから。というわけでね、ライトを消すだけの高時給な、そういう仕事があっても、受けない方がいいで、そういうことが分かったね。みんなもね、ちゃんと働いた上でお金をもらおうね。こういう、何々をするだけでもらえるっていう給料は当てにならないよ。じゃあね、みんなちゃんとバイトをしようね。